はい、じゃあ皆さん、こんにちは。野谷智也です。ということでね、今日もやっていこうかなと思うんですが。まあね、今日はね、まあ昨日に引き続きですね、ホテルオークラの話をちょっとしていきたいなと思うんですが、まあね、なんのこっちゃと。ね、今日今初めて見ている人は何のこっちゃって感じなんだけど、前回までとりあえずね、まあ、僕のこの飛び人生のあらすじ的なものをガーッと話してきて、 まあ、とりあえずその金子さんに入る前に実は向井さんのところでやってましたよっていう話をしてね、まあ、下請けだけどやっててでそっから金子仮説に、えー、入って新宿の鉄骨現場に入りデビューをし、えー、そして、まあ、夜勤やら何やらなんかそういう最後の洞爺の鉄骨とかにちょっと無線持たせてもらってとかっていう経験を経て。 えその後、明治神宮だったり浅草寺だったりとかっていうちょいちょいそういう鉄骨以外の現場もちょっとね、珍しいその車ぶっかくってね、これはまた別で今度動画を撮らせていただきたいと思います。ちょっと珍しい内容なんでね、すごい面白い話題になると思うんで、その社寺の話はまた別に置いといて、まあ、今回はその引き続きの話の流れで、その後、新宿の鉄骨現場とか、多分 TGMM とかを経てね、その後に僕が行った まあ一番最初,の最初の超高層現場。うん。超高層ってやつですね。鉄骨現場、超高層鉄骨の現場を解説というか話を追って、順を追って説明していきたいというかエピソードを話していきたいなと思いますよ。はい。でまあね、まあその現場の名前が、まあ皆さん知ってるかなと思いますね。あまりにも有名すぎる現場なんですが、まあ東京都の、まあちょうど3年前ぐらいに多分最もね、 この日本の中とか、まあ、東京の中で一番注目されてた現場なんじゃないかなと。まあ、ニュースとかでもすごい取り上げられてた。まあ、大成建設が監修をして、えー、スーパーゼネコンとしてやっていたホテルオークラの新築工事ですね。うん。ホテルオークラを建て直そうっていうね、そういう工事ですね。で、まあ、この工事は規模がめちゃくちゃでかくてね、 まあ予算いくらだったっけな忘れちゃったけど、まあ本当に半端じゃねえ額突っ込まれてる、とんでもねえモンスター現場だったんですけど、まあ敷地もめちゃめちゃ広くて、で、建物も2棟ぐらい建ってて、うん、そういう感じの、なんだっけ、プレステージ棟となんちゃら棟みたいな感じの名前だったんだけどそう、もう3年ぐらい前だからね、ちょっと3年どころじゃねえ、4年ぐらい前か、建て方やってたなんて。多分建て方やってたのは4年ぐらい前ですね。うん。もうちょっとあやふやな記憶になっちゃってるんですけど、 まあここでね、まあ今の僕のその鉄骨関係やら、まあそういう知識とかすべてが、まあそこでもうほぼ形成されたというか、ほとんどが構築された現場がそのホテルオークラというね、まあ最強の、最強にして、最後のじゃないけど、最後ではねえな。<laughs> 最強の現場やな。あの俺の中でな。うん、っていう感じの、 ホテルオークラという現場の話をしていきたいんですが、まあね、この現場はね、建物の階数的に言うと45階建てぐらい、約、約45階建てぐらいで、えー、っと、高さで言うと200メーターオーバーかなうん、200メーターオーバークラスで、まあ、 超高層というのにふさわしいんじゃないかなと。でも、まあ、僕はそれまでね、まあ、新宿三丁目の現場最初、鉄骨デビューして、それこそ、あの、昼夜体制で分かれてるって言ってたけど、まあ、昼のその B バリとさ、デッキとかしかやったことなかったんだけどさ、建て方っていうと。で、そのホテルオークラから、ちゃんと柱やって、G バリやって、えー、デッキもやって、B バリももちろんやってっていうような、ほんと鉄骨意識すべて、で、鉄骨仮説から、ロングスパンエレベーター養生から全部、 えー、タワークレーン組み立て買いたい。えー、エレベーター組み立て買いたい。もうそこら辺も全部すべてやる。ほんと飛び一式工事のすべてをそこで経験することになるんだけど。まあね。すごかった。<laughs> すごい。うーん。今思い出してもね、最初の頃は辛かったなって記憶がすごいありますね。うん。 まあ良くも悪くもね、まあこっちは個人名は伏せるんですが、まあそこの、俺らのね、タワークレーンは全部で3機立ってたんだけど、まあ狩建設さんとか1本タワークレーン使ってて、残りの2機を金子仮設でえ使ってたんですけど、まあ僕らの班が1本、で、もう一つ違う班が1本っていうね、金子で2班でえ一緒にやってたんだけど、まあその、僕らの方のね、無線を持って上の取り付けを、まあよく TikTok とかで僕が、 あの動画を上げてる上の鉄骨の取り付けの無線みたいな感じなんだけどまあその時は僕は無線持ちじゃなかったのででその時先輩がね無線持っててその当時ねあの本当にバリバリ最前線の多分うちの班で一番仕事ができたと、うん、その当時まあ間違いなくナンバーワンだったなと俺は、まあ、賛否両論あると思いますが今この金子仮説僕が入っていた班にいる人は。 もし動画を見せたら賛否両論あると思いますが、間違いなくナンバーワンの飛びだなと僕は思ってるんですが、まあ、あの人が、目線を持ち、まあその、まあ俺の師匠的な存在ですね、も、ま、う、あ、その人から全て鉄骨を教わったと言っても過言ではなくて、うん。で、柱の立て方から、えー、G 針の納め方、B 針、 デッキ、幼住関係、タワークレーンの使い方ね、基本的な。えー、タワークレーンを基本的に遊ばせないだったりとか、もうそれ基,本基本的なとこから全て叩き込まれて、右も左もわかんないクソガキだったんで、最初その大倉の、まあ6回ぐらいの基準回ぐらいから、俺は参戦したんだけど、まあその基準回から構造変更回とかまで、ね、全部経験して、その構造変更回っていうのは、例えば、えー、っと、 3回から4回ぐらいだったら、迷信会とか。迷信フロアってのはすごいのよ。もう軸、軸って言って縦に入るブレスとか。もう、ほんとそこら辺の現場とかのブレスとかと、もうレベル、レベチなのよ。もうブレスだけでも、ごっつごつの柱みたいなブレスとかがガンガンそこら中に入って、1本何トンとか8トンとか、そんぐらいあるような柱がどん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 斜めに入っていったりとか。で、1個の小口から柱3本ぐらい分かれて出る軸のブレスとか。 まあそういうのがねもうとんでもねえようなバケモンみたいな鉄骨がたくさんある現場だったんだよねあの大倉っていうのは、まあ、その今でもねその先輩たちと話すとあ,のあんな鉄骨を経験できるのは人生でなかなかないから、まあ、めちゃくちゃいい経験だったと思うよあそこのあそこの建て方に関われてるメンバー関われたメンバーはすごいレアな経験をできたんじゃないかなっていう話をしてて、うん、もちろん地走りでやってた人とかもやってたメンバーも。 あれをどれだけいかにまっすぐ釣ってきて収めやすいように釣るかチェンブローレバーうまく使ってまあそのレバーとかチェンブローとかもさもうさすげえのよもうそこら辺に滅ぼってるようなもうちっちゃいさ1トン半とかもそんなんじゃもう話にならないわけめちゃくちゃごついもうチェンブローとかうまく使ったりとかさイコラジア使ったりとかでうまく調節したりとかしてなんか釣ったりとかしてたんだけどまあそういう感じでねやってたね、まあ、そこに職人の魂が,ささがな注がれてさ 飛びだなーっていうねこれをいかにこんだけのサイズのものこんだけ難しいものまっすぐ普通に釣ってもどこ釣っていいんだろうこれみたいなものをいかにまっすぐ釣ってどれだけ取り付け早く取り付けるかみたいなそれを事前に打ち合わせまくってみたいな、まあ、そういうプロの。 本当に一流のトビがあの現場に集まったので、もちろんノンさんも含めてだけど、ノンさんもそうだし、金子のうちのもう一個の班もそうだし、俺らの班もそうだし、すごいレベルの高いことを経験させてもらったなと思うんだけど、まずね、俺がビビったのはまサイズね。新宿三丁目の時の現場は、建物のサイズ的にはもう10階建てぐらい、11階とかそんぐらいだったから、で、フル豪雪で、まあもうそもそもホテルオークラで初めて俺はピンドリをやったからさ、ピンドリ溶接構造をやったから、 まあ、それもビビったし、やこういう感じなんだ、みたいな、G バリって、みたいな。ガセットがあって、そこに払い込んで、みたいな。そういう感じなんだ、みたいな。最初にあったのが豪接だったからさ。俺は最初の鉄骨の出会いが豪接構造からだったから、あ、こういう感じなんだ、みたいな。あ、溶接は火入れるんだね、みたいな。そういうとこから本当学んでった感じで。でも、サイズももう、外周の G バリとかもバカでかいわけ、マジで。もう、俺が今まで見てきた鉄骨とかはさ。 またがって、上にまたがってさ、ちょっと下の方に手伸ばせば一番下のボルトも簡単に入れられるぐらいな、そんぐらいのサイズだったのに、まあ、それよりもちょ,、まあ、ちょっとでかいかなぐらいのやつとかあったよ、その新宿の下の方のフロアとかでね。まあ、結構でっけえごついなみたいな、すげえごついけど、こんな張りもやんなきゃいけないんだ、みたいな。けど、まあ、建物の中でほんと下の方とかそういう、名神会とかそういうとこだけなんだな、みたいな感じだったけど、もうそのサイズがもう上まで40回ぐらい前、ずっとグワーってあるわけよ、もう大倉とか。もうビビって。 これすげえ、もう扱うものもサイズも規模も、やっぱここまでの超高層になると、マジ震えるわと思って。そうそうそう、それにまず感動したってことだね。柱もめちゃめちゃでかかったし、一中三層。うん、新宿の時は確か一中二層だったのかな、もしかしたら。うん、一中二層だったかもしんない。うん。で <coughs>、大倉一中三層で、まあ、まさにね、本当に、もう釣り方、あと物の釣り方、もう使ってるワイヤーも、 やっぱまあ俺らまあレンズリーワイヤーっていうのかな人によるんだと思うんだけどまあ俺らのね班はねそれをちゃんちゃらワイヤーって言ってたんだけどまあこれは多分特殊な言い方だと思う他の人たちに言っても他の班の人とか他の会社の人に言ってもあんま伝わらなかったからもうちゃんちゃらは多分俺らの班の独自の言い方なんだと思うんだけど、まあ、そのちゃんちゃらワイヤー っていうそのレンズリワイヤーね。リングがあって、親ワイヤー流れてて、そこに小枝がパン、パン、パンって分かれてて、そこにまた下にリングがあって、親ワイヤーあって分かれてるみたいな。そういうのが、ダンダンダンって3連ちゃんとか2連ちゃんとかなってるやつが、レンズリワイヤーで、デフォルトで6連ぐらい、6連ずりぐらいできて、で、まあ足しワイヤー使えば、8丁チン十丁10までいけちゃうみたいな、そういう、やべ、ワンコがうるさいです <laughs>。 ワンコがね、うちいるんで、ちょっとすいませんね。たまにワンワン吠えるかもしれないんですが、あまり気にしないでください。基本ね、あの、僕の動画ノーカットでいきたいなって普段思ってるので、あ,あの、ワンコの犬の、ワンコの犬のってなんだよ。ワンコの声が入っても、ノー、もうスルーでいっちゃおうと思ってます。はい。あんま気にしないでください。はい。ということで、 そうだね。それで、そう、レンズリワイヤーね。そう。まあ、それも使い方もさ、普通の天秤、今までは天秤とかばっか使ってたんだけど、まあ、天秤と全然使い方は違うし、けどやっぱ立て方だったら俺はレンズリだね。絶対にレンズリワイヤーの方が、まあ、そのちゃんちゃらってやつね、の方が絶対に使いやすいし、もう俺は最強かなと思ってますね。うん。やっぱ、早い。うん。本当に。提灯で釣るのも楽だし、ワイヤーの落とし込みとかも天秤と違ってすごいやりやすいし、ワイヤーも言うこと聞くし、 で、仮設材の材料出しの時とかもすごい使いやすいし、わもうワイヤー一本足せばできるな、みたいな、なんかもう、いかなる、もう好きなとこにワイヤーを足して調節できたりするから、まあ、マジで楽。小飼い防止とかも、一個上から足しワイヤー使って、そのまま、あの、レバーとかで小飼直すとか、まあ、天秤だとそれができなかったりするから、まあ、そういうとこですごい使いやすいですよね。だから、おすすめです。ぜひ、皆さんの会社で、あの、トビをね、やってる方は、もう、 レンズリワイヤーとかで調べれば出てくるのかなまあ、そういうワイヤー、天秤じゃないワイヤー、リングがあって、親ワイヤーあって、小枝のワイヤーがあってみたいな、そういうワイヤーをちょっと調べてみて、ぜひあの、社長に、親父に相談してみて、こういうワイヤーあるんで使いたいんですけどって言えば、東京の超高層をやってるトビはね、基本みんなそれ使ってるから。うん、基本みんなそれ使ってる。 最高ですよ。俺は最高だと思いますって感じで、まあ、そのワイヤーの使い方とかも、もし要望があれば、あの今度、超高層立て方編みたいな感じで、いろいろ説明をさせていただきたいなと思うので、まあ皆さん、もしよければね、あの聞きたいよって方はコメントとかで言っていただければなと思います。はい、で、まあ、そのワイヤーとかの使い方を勉強させてもらったりとかして、それこそボルシンも自分で作ったりとかしてさ、まあ本当にようやく鉄骨装備の 形成というか、外枠がそこで作られ始めたって感じなんだけど、で、そこで30回ぐらいでね、構造変更会的なのがまた来るの。構造変更会が一つの建物で2回あったんだからね、ホテルオーラは。うん。4回ぐらいの時に構造変更会、名神会から基準会に変わるとこで構造変更会ドーンって来て、で、その後に30回ぐらいでホテル会、もう、 オフィス階が30回ぐらいまであってそこから構造変更会で30回から十、三32回ぐらいから45回ぐらいまで 10, 10フロア、フロアから15フロアぐらいはもうホテル階だったのねあのお客さんが来て普通にホテルとして泊まるフロアだったんだけどそこのフロアに変わるときにオフィス階からホテル階への構造変更フロアがあったからもうそこもやばすぎのもうやば,やば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 だったのよマジでやばやば。 で、しかもね、そこでプールとかもあったのよ。もう、プールだよ。プール。ホテルの中にプール。まずやばくね。うん。バカでかすぎて、建ててる時とかすげえ面白かったもん。うわ、ここプールなんだみたいな。そういう楽しみもあるのよ。あの、やっぱこの建築って。やっぱ新築やってると、こんぐらいでかい木模だと、そういう面白い構造とかもあるから、あー、こう。 ここがプールなんだな。で、バカでけえなとか、あ、ここ超でけえ大浴場じゃんみたいなとかあるから、やっぱそういう楽しみ方ももしね、余裕ができ始めたら、ね、皆さん楽しんでみてください。うん。あと、ここがね、どういう風な、こう、ね、フロアになるのかなとか、そういうのも考えると、いろいろ鉄骨立て方に、 うまく利用でできるるとこもあるのであののこ,こがだら例えばプールだとしたらさこのフロアはもうこの構造はこのフロア一発だけだなとかさ、うんうん、基準階でこのあとここって変わっていくのかなとかそういうとこも分かっていくのでそういうのをねバルコニー関係とかねここは何フロアまで続くのかなとかそういうのを見れるようになるとすごい。 いいんじゃないですか。ネットの仕込みとかも変わってきたりとかするので、先々のことを考えてそういうのをチェックしとけると、えー、なお、めちゃくちゃ良いのかなと思います、まあ。図面はとにかく鉄骨は死ぬほど見とこうっていうね。それも学んだ。もう図面をひたすらとりあえず見続けるっていうね。この先のことを把握し続ける。あ、もちろん鉄骨やってる時は見ないよ。基本的に俺が、俺、俺流のやり方とか、俺が教わったのは、もう鉄骨の上の取り付けはもう、 あのー、基本的に図面なんて持ってなくていい。<laughs> もう、マジで。もう図面なんて持っとく必要ない。あんな。うん。もう、X 方向、Y 方向の通りだけ覚えとけば、もう、あとは全部。もう、下の人に任せちゃって大丈夫です。もう、俺の理論ね。もう、下の人に任せちゃって大丈夫。もう、X 方向、Y 方向と、あともう、この建物の形とか、そういうのを、とりあえず頭に上のに取り付けの人間は全員。もう、これ、無線持ちだけじゃなくて、全員頭に入れとかないとダメだね。 全員頭に入れといて、で、下の人間が、えっ、ー、と、X1 のじゃあ Y3 行くよーとか、次 Y3 と Y4 ねーとか、何通りの外周3枚行くよーとか、そういうの行ったらもうノータイムですぐ、あ、了解ですって言える、もう瞬時に判断して、で、それを、ま、これも大事、これ意外にできない人多いんだけど、例えばね、今のステーションみたいに、じゃあ、 五通りの外周3枚行くよ。野田に行けるーっつって、次3枚飛ぶよって言われた時に、こっああ、つって、あー了解です。わかりました。五通りっすね。了解です。って言って、そっから飛んでくるのに、多分大体、もうできる地箸の無線持ちの人は、飛ばす前に、前段階でちゃんと行ってくれるし、まあ、俺がずっと一緒にやってて、めちゃくちゃ凄かった地箸の人たち、俺が無線持って、建て方やって、下で組んでた人とかは、もう、俺が取り付けやんじゃん。 フック返すじゃん。ね。で、その間に俺らネットとかいろいろ貼るじゃん。で、はい、じゃあ、はい、レッコーって言って、はい、じゃあ、高速、ご、はい、じゃあ、お願いしますって、バーって帰った後に、えー、その後にもうすぐ入んない、無線が。で、野田に次何ドリブよ、みたいな。だからもう玉掛けして、 もうす,るする前、もうクレーンがヤードにグわーって帰ってる間に、なたに何通り次行くよ、みたいなの教えてくれるから、その段階で、あ、了解ですって言えるから、もうそうすると次何通り、5分後ぐらいに何通り来るなとか、10分後ぐらいに何通り来るなっていうのを、もう、こっちで頭入れるん,じゃんだよ。その情報が入った瞬間で、上の無前持ちの人はマジでちゃんと、もうここは一番大事なんだけど、何通り来るよ、じゃあ。 5通りの三枚外周秒風でいくよって言われたとしたら、その情報、下の無線持ちから来たら、すぐみんなに周知をすることね。もう秒で言わないとダメ。もうこれは。絶対後々言おうとか思ってると忘れるから、で、ギリギリだとみんな、そのね、それを知った上で行動すしたいのよ、みんな。俺、俺も2番手、3番手、4番手とかもずっとやってたからわかるけど、もうネットとか張りながらもう、そろそろクレーン動いてくるなとか、みんなね、 もうクレーンのことは常に気にしてるから、もう鉄骨とかもうやってる人たちはね、クレーンを常に使ってる業者、まあトビは特にそうだけど、クレーンの動きを常にもう,もう耳がいかれてんのよ。もう あの人種。ほんと、飛び、飛びって。耳がいかれてるから、もうクレーンの音は絶対聞き逃さないみたいな。だから、ウィーンとか巻いてる、あ、今巻いたみたいな。ほんとにこれ冗談抜きで分かるから。もう、巻いてる音とクレーンが巻かれてる音と下,が下げてる音も分かるし、で、クレーンが旋回してる音とかも分かるから、もうすぐ、あ、もう来たなこれみたいな。もう見なくてもネット張りながら、あ、来るみたいな感じ。あ、巻いた巻いたみたいな。 で、まあ、無線持ってる人はもちろんさ、合図が聞こえるから、あれなんだけど、まあ、それも周りの人間はもうね、無線の人に声かけられか、声かけられなくても、あ、クレーン来んなって気づけるぐらいだと、なお最高なんだけど、けど、もうその、じゃあ、地場市の人が早め早めにそうやって言ってくれるんだったら、その、五通りの外周3枚行くよって言ったら、言ってくれたら、その無線持ちの人は、あ、了解ですって言った後に、みんなこの後、次のフック、五通り外周3枚行きますって言えば、そこでみんな、あい、了解ってなるじゃん。そしたら、 5分ぐらいかけて、その、みんな、自分が行くポジション。で、そこでさ、無線持ちました。なお、じゃあ相方の人に、あ、すいません、向かい側お願いします。とか、じゃあ2番手の人に、あ、3番手の人に、あ、じゃこっち、サポートお願いします。とか、みんなにそこの指示が、指示をして、で、5分後にみんなそこに自分の位置、クレーンが来た時に、自分がいるべき場所に、ちゃんと自分が立てるようにしとくの でその道をいろいろ寄り道しながらあじゃあ5分後ぐらいにあそこでそう俺はじゃああれな野谷の,の向かい側の相場の取り付け行くってことはじゃあこのルートでじゃあそこ上がってあそこのボルト入れつつあそこのネットちょっとまとめてたら多分クレーンちょうど来るなとかそういうのとかもう全部ねえもう考えてやるとめっちゃ効率よく作業できて立て方が終わった時にそれができないと。 建て方、鉄骨が終わった時に、仮説が全然まとまってないっていう事件がマジで多発すんのよ。仮説、それができなくて、仮説、垂直ネット貼るとか、水平ネットの整備が終わってない、トビックかけ、かけられてない場所があるとか、もうそういうので残業したこと、俺めっちゃあるから。もう もうそれはね、もうチームワークがなさすぎるだけで、もうそこの打ち合わせをちゃんとすることによって、立て方をやって、それと同時進行,同時進行に、みんなが効率よく、立て方も早く終わる、クレーンも遊ばせずに仮説も、その道にあるもの、近くにあるものを終わらせて、自分がいるべき場所に行く途中のものをどんどん綺麗にしていく。全員がね、全員が上に取り付けやってるメンバー全員がそれをやっていくことで、もう立て方が終わると同時に仮説も絶対終わるから、基本的に。もう、 全部が終わるとは分かんないけど、本当に、あと,あとトピック3台ぐらいだなとか、そういうぐらいで綺麗に終わらせられるから、そうすると本当にめちゃめちゃ早く仕事が終わる。すかそこで差が出るのよ。その、立て方が終わるのが早いチームと早くないチームって。クレーンの動きなんて高橋列で、球掛けのスピードもできる人たちの中だったら、まあ、つまり誤差はあるけど、もうできる人はできるで早いのよ。もう早いんだから、で、上の取り付けのレベルも、まあ、 イレギュラーはあるけど、基本的にもうできる、鉄骨ある程度やってる人たちの中で、めちゃめちゃ大きい差が、時間差が生まれることって、まあないのよ。ある程度ね。まあそれ全然できないチームとできるチームだったら全然差は生まれるよ。何時間で差は生まれるけど、じゃそこまで差が生まれたらさすがにちょっと力の差がありすぎるだけで、その、大体普通にそれなりにできるチームだったら全員できるんだけど、ただその後の仮説をまとめる時間とかで差が出るのよ。 で、肩や立て、立て方3時ぐらいに終わって、そのまま3時半ぐらいに、あ、じゃあお疲れしたって、もう仮説も完璧にまとまって帰れるチームもあれば、3時ぐらいに立て方一緒の時間に終わってんのに、そっから3時間4時間残業して仮説を終わらせるチームもあるわけ。だからそういうのを俺はずっと見てきたから、かその上での答えが、立て方をやりながら、全員でチームワークをちゃんとして、俺はこれを終わらせなきゃいけない。俺はこれを終わらせなきゃいけないっていう責任感をちゃんと全員が持った上で、えー、仕事をスムーズに終わらせていくっていう、うん、こと。 あと、無線持ちの人が、それを仕事を全員振って、ちゃんと把握するっていうね。ちゃんと全員に責任感を持たせて、チームワークよく仕事を終えていく、鉄骨を終えていくっていうことが、多分めちゃめちゃ大事なんじゃないかなと、俺は思いますね。てか、これを意外にできてないチームがめちゃくちゃ多くて、まあさっきからチームチームって言ってるけど、もう鉄骨はチームプレーなんだよね、マジで。本当にこれに関しては。うん。一人の動きがめちゃめちゃ重要になってきます。マジで。めちゃめちゃ大きな、 損害も出すしめちゃめちゃ大きな影響も施すので、まあ、マジでそこはみんなただの自分のことをね今鉄骨やってる若手の人とか特に。 自分ができることなんてないなと思うかもしれないけど、その自分の動き一つで全然違うから。もう俺も、じゃあ4人チームで、じゃあ鉄骨やってくださいとか言われて、じゃあ俺無線持ってで、じゃあ2人、他2人すごいで生きる人いて、残りの1人若手1人とかだと、まあ、全然いけるんだけど、やっぱそこの1人のポジションもめっちゃ大事なんだよね。4人とかだったらなおさら、6人ぐらい突っ込んでいいで、最後の1人若手だけで何もわかんないペイペイの人だよとかでも全然問題ないんだけど、まあ、4人とかで1人そこに入ってると、やっぱ違うんだよね。で、ホテルオークランの人が上の取り付け俺ら4人だったか で、その無線持ちの人、先輩2人、俺で、この俺、ペイペイ1人だったわけじゃん。多分めちゃくちゃ迷惑かけてたと思うし、俺のせいでうまくいかないことも絶対あったけど、やっぱそこの流れを俺が理解し始めたから、めっちゃ早くなったもんね、やっぱ。そう、先輩たちに何も言われなくても、俺が今やるべきことが全部わかるみたいな。そう、そこがすごいね、すごいね、良かった。で、俺も、その後に、まあ、これ超豆知識っていうか、まあ、秘伝の技なんだけど、俺もその、 時オークランの時に無線持ってる人にね、教えてもらったんだけど、ちょっとこれ秘伝の技で、まあこれをちょっと企業情報として漏らすのは非常にちょっと、あれなんだけど、まあ俺も現役じゃないからね、もしこれを言っちゃったら、金の先輩たちに怒られるかもしれないけど、あの、マジで鉄骨が早くなる秘訣をちょっと情報として、リスナーのこの見てる方々に話すと、まあこれ1位意見ですよ。これが合ってるかどうか分かんないけど、あのね、 システムを作っちゃうんですよ。もう簡単なで、ルール。うん。立て方の教科書を作るんですよ。自分の中で。無線持ってる人が、例えば、俺がガチで実際に教えてもらって、俺も実践してたのは、ボルトの入れる方向とかも全部して、うん。例えば、外周張りってやるんじゃない 外周バリ溶接ピン構造だったら全部コラムがついてるわけよ。ね。それで、まあ G バリは基本的に最近のやつは全部さ、先行ネットがあるから中から払い込みになってるわけね。 中から払い込みなわけじゃん。で、3枚バンバンバンでつけていくじゃん。そしたら、基本的に、もう俺は、もうそんぐらいの超高層の現場、でかいジーバれの現場は、もう取り付けは絶対4人でやった方が絶対に早いから、もう取り付けは4人。タワーが来たら4人集合。もうそれ基本絶対頭に考えて、タワーをどれだけ早く返せるかっていう。で、その後タワーが帰った後に仮設は全員でやればいいから、もうこれで絶対早いから安心してください。もう クレーンがそこで踏ん詰まってる時間の方がもったいないんで、で、一人でどっかで、一人でぼちぼち仮説やってるのとか、全然もう、もううまくいかないし、トピック一つかけんのも、一人でやるより二人でかける方が早いくらいのレベルなんだから、そう、その方が絶対にいいです。もう、トビの仕事は基本的にもう、まず基本として、一人でやるより二人の方が早い。二人でやるより三人でやる方が早い。もうそういう風に考えてください。もう人数はぶっ込めるときぶっ込んだ方が絶対に早いんで、基本的にね。もう 2倍になるだけじゃないです。もう2.5倍とか3倍になります。1人が2人になるだけでね。そういう世界だと思っていただきたいっていう。うん。で、その上でもうそのシステムを作るって話なんだけど、その外周の張りとかは、もう俺は、そのずっとね、押しを受けてやってきたのは、外側から全部ボルト突っ込むんですよ。最初に、まあこれもな、めっちゃ豆知識なんだけど、柱のガセット、柱飛ばすじゃん。もう柱側にボルトバックかけちゃうんですよ。 柱のガセットに。ジーバリにつけていくんじゃないボルトは全部柱に仕込むの。全部。これがマジ革命的で、くっそ早い。マジで。柱のガセットにボルト仕込むのマジで早い。でも、で、そのボルトバッグを仕込んどいて、まあもちろんね、柱縦起こしとかあるから、チャック付きのね。 絶対こぼれないやん。チャック付きのボルトバッグを全部柱のカセットにグワーって仕込ませて。あの、だからもう、朝一の段階。だから、前日の夕方の先行搬入柱を入れた段階で、もう鍛冶屋さんにそこで全部ボルト仕込んでもらうんで、柱は早出で朝一でもう飛ばしていくから。で、立てたら、そしたら立てるじゃん。柱立てるじゃん。でゆ で、4人上取り付けるから、柱バンバン立ててってよ、もう柱の立て方、もう立て起こしっていうか、取り付けも、あの、納めるのも絶対俺は4人でやった方が早い。もう4方向全員いて、で、もうエレクションにもう全員でガンガン、鉄人はめてガンガン締めてって、はい、レッコーっていうじゃん。で、そしたら歪み、ね、あの、墨出し屋さんと一緒に歪み見るじゃん。その縦、立ちね、柱の立ち見るじゃん。で、それで、あの、それはもう2人でできるから、2人でやらせて、残りの2人は、先行ネットを、 その柱に仕込んでる線香ネットを広げる人とあとはひたすらボルトをくもう柱に仕込んでるとボルトをコラムの上に仕分けする係に一星のせいでトーンって分かれるのよ <laughs> せーのトーンって分かれるのもうそれを一斉に行うのもうその柱の立場を見る2人とネットを触りに行く1人とボルトをもうばらまきに行って仕分けする人間一星のせいでトーンって柱が。 柱を収まった瞬間に分かれて、で、その後に、その俺がそ一番大事なのは、そのボルトを配る人なんだけど、そのナットとさ、ボルト側があるわけじゃん。で、ボルト側を全部外にやるわけ。基本的に。全部外。外周側にボルト側を全部やって、ナットを躯体側の中。ね。中に全部や置いとくの。コラムの中ね、コラム四角いじゃん。ね。こっちが中だとしたら、こっちの方に、えー、ナットを置いて、こっちの方にボルトを置いとくみたいな。 そういう感じの認識ね。うん。それでやっとくとあ、何がいいかって、中側にタラップがあるわけじゃないで、基本的に登るよりはタラップでやるわけよ。ね。だから、じゃあ1枚目 G バリ取り付けしますってなるじゃん。で、2人で取り付けしてるわけじゃん。で、奥側にいる外側の人はもうすでに足元に全部さ、もうボルトが置いてあるわけよ。先に柱にかけてあって、さっき全部仕上げてるから。G バリが来た時にはもうボルトバックをあーだこうだするみたいな手間もまずないわけよ、その間にね。 で、バーンって収まった瞬間に、何があっても、基本的にもうどんないかなる状況でも、奥の人は、ボルト全部とりあえずぶち込む。ボルシンぶっ刺して、ボルトクー全部入れるじゃん。全部入れる。もうそこまで仕事。ね。ガーって全部入れて、で、納豆をさ、 もう手前の人がガーってかけるわけじゃん。で、その人が納豆をかけて、レンチでガーンって締める作業の時に、もうその奥の人はボロッとグワーって入れるから、その後にレッコしに行くわけ。ね。そのタイミングがちょうどいいぐらいだから。ゼロとバーンって入れ終わって、向こうの人がレンチ締めましたぐらいのタイミングで、あの、 玉掛け、レッコしに行く。ボルトを入れてた側のね、奥にいる人間が、ちょっと分かりづらいかもしんないけど、それで、レッコしに行きました。そしたらもうその段階でもう一人残す。さっきナットかけてレンチでバリバリ示した方はもう上にいるぐらいの勢い。で、それをレンチャンでだん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 やっていって、結果的にボルトは全部入ってる状況なの。3枚つけてもん。けどナットを全部かけてる時間ないから、ナットは1個かけてさ、まあ、まあ上と下で1本で、 ずつぐらいかなナット閉めて、まあ、小返りしないようにダーンって上と下閉めてぐらいはやんないといけないからさ。らそれで、あの、3枚付け終わるじゃん。その時には、ボルトは全部奥側から入ってる状況なわけよ。3枚目、一番上ね。今、全員4人上に、一番上にいるわけよ。4人で取り付けやってるから。で、その時にボルトは全部入ってます。ナットだけ2、2本、2本だけかかってて、他、1何本はかかってない状態で、下フランジのところに乗っかってるみたいな感じのイメージなんだけど、そしたら、その時に、もう、降りる時に、 タラップ降りるじゃん。その時にジーバリの奥側に回んなくていいの。この時間のタイムロスさえも削りに行ってたの。俺らはね。俺と、その、俺らのチームはね。 そうだからそれをマジで徹底したからもう G バルの向こう側に下くぐったりとか上乗り越えたりとかす,する時間がマジでもったいなすぎるってことに気がついてここ削ろうっていうあと疲れる単純にそういうことしてるとだからここ削ろうって下くぐったり上が乗り越えたりするのめんどくさいからここ削ろうってなった結果じゃあボルトは先に全部入れちゃおうとでナットを手前側に置いとけばタラップで降りるついでにそのまま手前側でナットかけるだけだから降りてくる人間一番上取りつかまんじゃんそして一人が 1>, 1個下でナットバーってかけて、で、もう1人の人が1層目のバーってナットかければ、それで終わりなわけよ。で、かけてれば、で、それでちょっとネットとかいろいろやっとけば、その間に次の針くるじゃん。もう、それのエンドレス。そしたら外周針を全部じゃあ屏風で、俺らは基本的に外周屏風で先に囲んじゃうスタイルだったんだけど、で、それで中のロング針とか全部入れるみたいな。どこの現場でも基本そのやり方だったんだけど、 そしたら外周張りを全部収め終わった時には、基本的に、もう外周張りをつけた段階でできる仮説関係と、え、ボルト関係、全部終わってるから。マジで、これ。もう全部終わってる。余裕で終わる。もう、あとはロング張り来るじゃん。それロング張り来たらトビックとかやんなきゃいけないトビックやって。もう全部、もうあ後,後成功のケツ回りがないわけ。もう全部4人で終わってるから。で、クレーンも4人でやってるわけじゃん。クレーン作業も4人で取り付けやってるからマジ早いし、ケツ回りも全部4人で追っついてるわけよ。 そこの動きをシンクロさせることがどれだけ大事かということと、そのさっきの言った、そのボルトを奥から入れるっていう、その、まあ、これはごく一部で、ね、一部のあれだけど、その、やり方を教科書を作っちゃうっていう。で、それを4人で共有するって、取り付けメンバーで共有するから、もうそこのルール違反は絶対許さないわけ。全員それを共通意識でやったことによって、全員も毎回同じ動きをすればいいだけなの。で、だから俺、たまに TikTok ライブとかで言うんだけど、これ、もう、 俺が普段言う鉄骨より足場の方が全然難しいよねって話はそこなのよ。鉄骨は基準回とかだったらまさにね、僕らだったら6、じゃあ5回から6回ぐらいの、えー、じゃあ6回から30回ぐらいの基準回あるじゃん。それなんて、1回パターン覚えれば、猿でもできる。マジで冗談抜きで。もう1回パターン、その教科書読んで、あ、こうやってやればいいんだって、1節やるじゃん。そしたらもう大体わかるから。もうこれで簡単。だから、 右も左もわかんない、新宿三丁目っていう現場で豪雪の現場しかやってなかった、ほぼ鉄骨知らないクソガキの俺が、その先輩にその教科書を読ませてもらって <laughs>、このルールがあるからこういう風にやって、ただひたすらそれでいいからってお前のやることはこれだって。それで大体流れを見ていけばいいからってそれを全員が認識してやるだけで、俺はそもう、もう普通に活躍できてたと思う、鉄骨立て方で。めちゃめちゃもうわかりやすくて、あ,あ、こういう感じなの立て方っていう。もう、 割とさ、みんな、ほとんどの会社が、俺いろんなところで応援とかでやったけど、応援とかで行って思ったのは、ほとんどの会社がそこまでやってないし、あの、結構みんな自由に動いてるなっていう印象なのね。うん。だけどそれじゃやっぱね、疲れるし、イライラするし、なんであいつあそこやってんだよとかっていうのも始まるし、いざこざもできるんで、そういうのを考えるとそういうルールをちゃんと確立するってことはめちゃくちゃ多分大事なんだろうなと、俺は思ってます。まあ今回こうやって紹介したのはちょっと一部のね、 あの、技術だけど、まあ、もっともっとコアな部分もみんなに、あの鉄骨収めるのの柱編とか、針編とかも今度動画で解説しようと思うんで、ちょっと喋りたいなと思ってるんで、あの、もしよければ、あの、見ていただければ、あの、 まあ少しはね、参考になるかなと思います。まあこ、今回のこの話も参考になるか分かんないけど、まあ、一、一つのやり方としてね、参考にしていただけると、まあ、めちゃくちゃ嬉しいなと。まあ、なんかホテルオークラの話から、ちょっとだいぶ鉄骨の話にずれちゃったんだけど、まあ、そんな感じで、ホテルオークラを、まあ、俺は、終えたわけなんですけど、まあ、ここにも実はね、明日の話につながる話があって、まあ、俺ホテルオークラの基準回、30何回ぐらいまで、30回ちょい、32回ぐらいまでやって、 構造変更会も終えて、32回ぐらいかな。で、その時に、俺は思ったわけ。この後は、針もちっちゃく、俺はその後の図面を見て思ったのよ。あー、この後、ちっちゃく、針ちっちゃくなって、難しいのないんだ、と。で、その無線元の人とも話して、あこの後はね、もう下みたいな感じでややこしいのはないから、あ,あとひたすら上まで上がっていくだけだよ、みたいな。まあ、つ、もう、もうやばいとこ乗り越えたから、まあ、お前もいい経験できたな、みたいな話をして、飲んだ時にして、あ、そうっすね、みたいな。 その時に俺が思ったのは、まあ俺その時めちゃくちゃ意識向上やばかったから、違う現場行きたいっすねって <laughs> なったわけよ、その時に。なんかまた、また今までやってきたこの基準回とか構造変更回みたいな、ちょっと難しいのやりたいっすねみたいなこと言ったら、お前いいねみたいな、いいんじゃないみたいな、そういうのも。だからその時にちょうど、現場がまた新しい構造現場が始まるってなってたのよ。それが、俺がちょいちょい t i k t o クライブとかで言う、豊洲2丁目。 え豊洲駅目の前の超高層現場えー、36階建て37階建てぐらいのやつとえー、25階建てぐらいのまあ2つの建物を俺はやったんだけどまあそこが俺にとってまたこの飛びの鉄骨の仕事ちょっと覚えてから行ってまたいろんなことを学びそ,こそれプラスそこではね人間関係がほんに広がって豊洲二丁目は。 まあ大倉でももちろん広がったけどまあ、大倉の時は結構ねその余裕もなかったってのものは仕事をどんどん覚えないとみたいなのも焦りもあったからあれそんな余裕はなかったんだけどまあ豊洲二丁目で知り合いもめちゃくちゃ増えて人脈もめちゃくちゃ広がってほ本当に豊洲の頃に知り合った人とかからよくこうやって 今、今でも DM とかコメントで、あ、の谷さん久しぶりですとか言われますし、やっぱ、そこら辺から俺の、なんか、パッと明るくなり始めて、うん、自分のスタイルも確立でき始めて、職人像というか、そういうのも確立し始めたのが豊洲二丁目で、まあ正直言うと一番俺の富人生の中で思い出に残ってるゲームですね、その豊洲二丁目。本当にフルで2年ぐらいいたんで、豊洲二丁目は。うん。本当にめちゃくちゃ思い出深く、本当に心の底から、 あ、終わってほしくないな、この現場って思ったのが豊洲だったんだよね。うん。永遠にこの現場は続けばいいなと思ってしまうぐらい、本当にいいメンバーと、いい現場に、えー、愛されたというか、まあ、そういう現場だったし、他業者さんともすっごい仲良くて、まあ、忘年会、新年会、バーベキュー大会、餅つき大会、あと、普通の飲み会とか、もうめっちゃやってた現場だったから、まあ、楽しかったし、監督さんもいい人たちばっかで、 いや、マジで、今でも、ほんと飲み行ったりするし、その、その当時のメンバーとは。いやマジでいい現場だったなって、そういう話をね、次は、豊洲トーク。ま、その豊洲ならではの、その超高層の、その構造もまた大倉とはちょっと違うとこもあったりとかするんで、なんか、そういうとこもいろいろ話したらいいなと思いますし、あのー、そこはね、A 棟っていうとこの37階ぐらいのやつと B 棟っていう25階建てぐらいのやつ、どっちもやったから、そこで出会った人の話とか、えー、そこの構造の違いだったりとかっていうのを話した、 あたりで、まあ、あとはね、ディズニーの現場とかでやったりとかしたんだけど、まあそういう話をちょい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 話しつつ、まあ次の回で俺の話が、とりあえず一回幕を閉じるかなと思いますので、まあその俺、次の回俺の、まあその豊洲の現場の話をメインにディズニーの話とかしつつって終わった後は、なんかね、リクエストとかでもね、他業,業者さん絡みの話とかしてくださいとか、 その、全く建築現場を知らない人から仮学いの中でどういうことをしてるのか知りたいんですよね、みたいな。まあ、それは今こうやって話してるとなんとなくわかるかもしんないけど、ちょっとコアな話すぎて、全く知らない人からするとこの人何呪文唱えてんのみたいな感じになっちゃうと思うから、もっとなんかその知らない人向けに話す話もしたいなと思ってるし、それこそさっき言った謝辞仏閣の話ね。この俺がいた班の話。あと、田町 TGMM の話とかもしたいし、鉄骨階段取り付けとか、そういうのの話もしたいなと思うし、 あと、鉄骨とか足場の、飛びってやっぱ段取り大事みたいな、まあ、これ建築現場ってもう、つか業種、どの業種も段取り大事だと思うんだけど、そう段取り関係の、飛び工事に関係の段取り関係でどういうところを押さえておくのがいいんですかとか、鉄骨も足場もみたいな、そういうのも話していきたいなと思ってるので、まあ、そんなから、今かなり候補がもう何十個ってあるんで、そんなからピックアップして、 ちょっといろいろ順番に話をしていきたいなと思いますので、皆様ぜひぜひね、えー、明日の動画も、まあ明日はとりあえずその豊洲二丁目、最後、えー、の野谷智也エピソード、最終話 <laughs>、の方をちょっと話していきたいと思いますので、皆様ちょっと、引き続きね、もう少しね、ね、もう少しばかり、えー、僕のお話に付き合っていただければなと思います。それでは明日の動画も楽しみに待っていてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それじゃあまたね、お疲れでした。